皆さんこんにちは。コルドバの船着き場バンタヤン港です。今年になりここに大勢のお客さんが来るようになり、今や毎回のようにテレビで放送される有名地になりました。ここの広大な浅瀬のリーフに多くのフローティングコテージが浮かび、綺麗な海で泳げるのが評判になり、瞬く間に有名地になりました。マクタンの有料ビーチより海が綺麗で貸し切りのコテージだからファミリーのパーティーにとってこいの場所になりました。ここの船着き場は近くの小島に人や物資を運ぶ自然の入り江ですが、ここで泳ぐ地元の人たちが増え、人が来ればそれを商売にする者も現れて、今や大人気の場所になりました。何もなかった浅瀬にはいつの間にか通称サンドバーが作られて、このサンドバーの利用料は1日1000ペソだそうで、いいですね。そしてこの水上コテージ、通称フローティングコテージも現れて、ファミリーで遊ぶのには最高の場所になりました。竹で組まれたコテージが浅瀬に浮いて、泳ぐのにも遊ぶのにも雰囲気がいいですね。フローティングコテージの利用料は10人用の小さいのが平日1日3000ペソ、20人程度が利用できる少し大きなコテージが平日5000ペソだそうです。こちらはリーフの先にあるフローティングコテージです。ここは海がきれいですね。家族など10人で利用して1日3000ペソで1日貸し切りで遊べます。そしてはい、冷えたビールにソフトドリンクなどの配達サービスもあります。こちらはビデオ桶で盛り上がり、そしてはるか沖のマングローブ林には水上のツリーハウスまであります。海のアドベンチャーハウスですね。しかしまあこんなところに小屋を作る方もいれば、ここに遊びに来る人たちもいるし、年中が常夏の南国セルの海では
何でもが商売になるんだね。楽しそうだね。はい、皆さんご視聴ありがとうございます。セブ島のローカルな日々の生活を動画にしています。このローカルな暮らしの続きを見たい方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。このブログの参照も貼り付けしてありますので、どうぞご覧ください。